扇風機についたいらない機能。逆回転。いらね、誰得だよ。なんでつけたし、ちょっと見てみたい気もするぞ。一本でも人参を聞きながら腹筋してたら回数がわからなくなった。アホ、最高だな。なぜそれを選曲した。限界までやれば回数なんて気にすんな。敵を威嚇する武器がないので、マーカーを締める時のパチで威嚇してたら、指の肉を挟んでファーで相手が逃げた。やべえ、払いたいわ。結果オーライ。想像したらちょっと痛そうだった。久しぶりの地球ね。さっさと片付けるぞ。好き、あるあるだ。左めちゃくちゃ素早そう。ヒーローものでありがちな展開だな。冷え性のご主人のために頑張る。けなげ、かわゆす。靴下履いたらいい。その代わり足を一歩も動かせないという。絶対お昼休憩行ったわ。マジで、ひでえな。放置プレイかよ。この状態で放置はきつい。ルンバに立ち乗りしていたらテーブルに衝突。わろた、立ち乗り。むぐー、まさにその瞬間でしかない。順番に前の人のズボンを下げていく練習。おい、やめてやれ。何のためにだよ。学校の朝礼で行うには必須の練習です。アルフォートの新作がかなり攻めてきた。おっくん、攻めてるでは。新商品アダルート。これ欲しい、買ってみよう。ほんまや、横切った人が次々と不幸になってる。ちょ、すっげー。黒先輩パネッス。後ろからせやろ、みたいな存在感を感じる。すれ違うたびにパンツ履けと声をかけられるが、もう慣れた。おい、慣れんな。解決してないし。これはむしろ快感になってるな。池の女神にナンパしまくってたら、池の親父が出てきた。こっぱ、睨んでる。すげえ発想だな。何うちの娘落とそうとしとんねん。ご主人夫婦が並んでる間にフードコートで席を抑える。キュン、安定感が。真面目な顔が可愛い。ちょっともらう気満々だな。学生あるあるを教えてください。かなりの頻度で学校に行く。だな、違いねえ。シンプルで好きだわ。何回行きたくないとか言いつつ行くんだよな。工事終わった？おい、こら。この顔腹立つ。これはこれでいいんじゃない？先生、今朝から頭痛がひどくて。あ、刺さってるのか？きっと月指だよ。先生、学校でいじめられてるのか？先生の説明があまりに退屈なのでボイパで盛り上げる。ふふ、聞きたいわ。邪魔で仕方ないな。黙って聞いてあげてよね。パンツ仮面ってあだ名つけたあのガキだけは忘れねえ。ちょ、ここですね。わかるけどもよ。見えなくもないがひでえな。駆け回るという衝動を必死に抑える。わろた、かわいい。頑張るんだよ。なんともいじらしいの。さすがに裸足でここまで追ってくるまい。サザエでございます、サザエでございます。来た、はよ逃げろ。めっちゃ寒そうだ。凍えてしまいそうやわ。怒り、恐れ、喜び、悲しみ、驚き。ビンタされる前の法政。だな、似てるわ。その下がビンタされた後かな？蝶の歯、食いしばれよほら。娘が彼氏を連れてきたけど結婚を反対せざるを得ない、その彼氏どんなの？彼氏の母親が元交際相手との金銭トラブルを抱えている。あ、誰のことだ。ケイムロケイさんか？その借りた金を使って彼氏が遊んでるんやで。斧を落とした後に現れた女神様が遠すぎて、何言ってるかわからない。うっわ、そやな。この距離は無理だわ。どこから落とすんだよ。我が輩は獅子である、威厳はもうない。あら、かわいいな。なんかかわいそう。真顔なところがまたいいね。サンドイッチで挟んで欲しくない具材は。市場。だね、違いない。具材じゃねえよ。とってもお上手です。面接官、証明写真機の椅子、回したら下がるんだよ。わろた、頑張ったね。なんで裸なんだよ。他に突っ込むところあるだろう。寝起きドッキリに失敗した。やばい、逃げろー。この表情大好きです。どんなドッキリ仕掛けようとしたんだ。マダガスカル島から家のテーブルの寸法をキープして泳いできたが、到着して急に自信がなくなった。あかん、つぼったわ。
そのまま泳いできたんか？まだ助かる、まだ助かる、まだ助かる。敵を見つけたので銃のトリガーを引いたら、先端についてたチュッパチャップスが回転しながらどっか飛んでった。爆笑、じわじわ。切ない表情だわ。トリガー引く前に先端のチュッパチャップスに気づけ。あ、子供相談所ですか？児童虐待です。母ちゃんがご飯のおかわりの回数を制限をするんです。おい、それは愛情。君はきっと大丈夫だよ。ここまで太らせるのは虐待かもね。試合頑張るから見守っててねと先週亡くなった飼い猫に誓ったせいか、たまに憑依してきて反則が止まらない。なあ、猫パンチ。たまだけに、たまに。猫の手を貸してくれてるんだな。1分仕事したら8時間休憩。帰れ、いいなぁ。働き方改革ってか。受話器は置いとけよ。名探偵コナン、犯人の証もない動機とは。あいつはテーブルの上にガスよ忘れないってメモ置いてたのよ。ガスよって誰よ。誰だ、平和か。こっちが聞きてよ。キラキラネームじゃなくメラメラネームだな。少年よ。大阪出身って本負け。好き、増えたわ。だったらなんだ？そういうあんたはどこ出身だ。武豊が乗ったら、馬が実力以上の力を出した。マジか、すげえな。これからも頑張って。メリーゴーランドにも通じるのか。いいかよく聞け、お前がダンクしてるのは自分のコートだ。ちょ、オンゴール。ちょっとよくわからん。なんだろう、桜木花道思い出したわ。茶碗割り上がったな。はい、これで仏の顔1カウントを。怖い、あと2カウント。楽しそうだな。おい、すでに若干キレ気味のご様子ですが。名古屋テレビはただいま新社屋建設工事中です。工事終わったら教えて。ちょ、おう。こっちのセリフだわ。なんだろう、イライラする。 B 型あるある。1から3日間ほどの潜伏期間を経て、38度以上の発熱、頭痛、筋肉痛、関節倦怠感等の症状が出現。それな、違う、そうじゃない。インフルエンザかーい。まあ、あながち間違ってはない。虫歯菌を退職してから主人が退屈そう。え、退職？菌だったのか。虫歯菌と歯医者の二足のわらじだったのか。平日は休日よりずっと長い。名言、それだわ。当たり前体操。それを受け入れたくない。殻と卵白をするりと脱いだ恥じらう君への艶やかな肌に、メヒコは一つになりたい衝動を抑えきれなかった。あ、待って、醤油を。やば、エロスを感じる。官能小説ですかい？メヒコ、ご覧、体からこんなに湯気が。お代は後からかけてくる裸足の変な髪型な奥さんが払うんで。わろた、賢いな。あいつのことね。そりゃ追いかけられるわ。俺を泣かせてみろ。ホトトギスがかなり上から目線。うまい、そっちかよ。泣くのは織田信成。そんな強気だから信長に。花びらを引きちぎってこっちにぽい。花びらを引きちぎってあっちにぽいぽい。どうだ、人間様の力を思い知ったか。この花芽。ぽい、カオスだわ。じわるわこれ。今日も世界は平和ですね。栄えある本年度のコアラに愛されそうな名前大賞はゆかりさんに決定しました。いるえ、毎年だろ。恩だけじゃねえか。得ありそうな名前も1位。センター頑張ります。星で応援してください。頑張れ。試験中はボケろよな。当日前日にボケてみてる時点でお察し。で、別にあんたなんか応援しないんだから。豆腐がなくなった。ドアップですね。写真あったのか。誰がこんなことを。むしゃむしゃ。豆腐の角で頭打った人と相打ちになりまして。喉が渇いた時は、膝に溜まった水をすする。お皿だからね、自給自足だな。言い回しがいちいち面白い。健康そうに見えて実は不健康。一瞬ハムスターに見えた。左本物だろ、むしゃむしゃ。毛並みの良い大福だこと。なんだ気のせいだったのか。机の下の消しゴムを拾った後頭を強打。よくやる、結構痛そう。めっちゃわかるわ。行き場のない怒りが。愛らしいハムスターがいたのでペロペロしてたら、いつの間にかいなくなってたし、不思議と満腹。あ、察し、途中に整頓だな。なんら不思議じゃねえよ。三月期の猫バージョンかな。
いっぱい汗かいたなぁ。早く帰ってプロテイン浴びて、プロテイン入って、プロテ上がりの一杯に食う、とプロテイン飲みたいなぁ。プロ上がり、浴びるって？プロテ上がりのプロテ。あれ？プロテインって何だっけ？新番組肥満戦隊メタボレンジャー、第1話のタイトルとは？もう大変、見た目はポークで中身がチキン。いいとこなしかよ。何それうまそう。最初から飛ばすな。1話というより少し慣れてきた頃のギャグ界っぽい。あの、恋愛運落としましたよ。ありがとう、とても大事なものなんです。なくさなくてよかったですね。お礼にお茶でも、先を急ぎますので失礼。田中、そんな。落ちたまんま。拾ったところで低かったんだな。新しいバンド仲間にお前キーボードなって言われたからボケてみたが、突っ込まれなかったので流れで広報担当になった。不満そう。流され体質。それはそれで必要。打ち込みという手もある。暑いと寒い、勝つと負ける、重いと軽い、働くと。サブロク協定。休ませて、社畜も限界じゃ。働いとるやないかい。この時期いつもこいつとの戦いになるんだよな。マリオカートしましょう。いいですね。やりましょう。俺ヨッシー使うね。なら俺カロンにします。ごめん、お酒飲んでた。え？真面目。突然の杉山。全員中日やん。それは飲酒運転じゃないから。こんなにタイヤがすり減るまで乗り続ける人は初めて見ましたよ。それ回らねえ。どうやって来たし。もはや半分消えとる。なんで下だけすり減るんだよ。トトロが猫バスから猫モノレールに乗り換えていった。乗りてえ。ナイスバランス。次は猫飛行機か。猫バスも日々進化してるな。友人に電話でキーボードで画面に打ち込むんだ、と教えたが説明不足だったようだ。そやね。そうはならんやろ。キーボードクラッシャーを上回ったな。電話越しに破壊音が聞こえた時はビビったな。こんな小汚いカバンは触れません。そんなそんな、かわいそう。 NG 出ちゃったか。さすがに点が入りはねえ。影がジュース飲んでる。すげえ、ラッパ飲み。おお、ほんとだ。瓶ジュースかな。水たまり通ったらプープーなる靴が水吸収して下痢みたいな音する。吐くなよ、ぷゆぷゆ。安い靴だとこうなる。もともとプープーは鳴ってたの。田舎を舐めたらダメ。口コミの速さはインターネットより速いぞ。この情報が広がったのはインターネット。ただの皮肉で草。口コミは脚色されるからね。インターネットを舐めたらダメ。ボケて脳台になってるくらいだし。50歳男性、新聞の読み方、朝早く一面の大きな見出しを全部見て興味があったら読んだ後、公園で鳩を1時間弱くらい見ています。悲しす、何やっとんねん。50歳でリストラ。エコカーダンボール製。六甲の美味しい水を買ってきて、六甲の美味しい水を六甲の美味しい水に流し、六甲の美味しい水を量産し、六甲の美味しい水を販売。永久期間や、薄めて販売。六甲のややこしい水。無限ループって怖くね。ハンガーついてますよ。けぇ、なんでだよ。親切やん。気づいてなさそうだしな。コウノトリさん、返品でお願いします。つれぇ、コウノトリガチャ。詐欺商法が流行ってるんだよな。クーリングオフ期間過ぎちゃいましたね。西野かな、ボブすぎて震えるの CD ジャケット。ボブに謝れ。ボブ、圧倒的ボブ。初めて西野かな聞いてみたいと思った。ボブすぎて、震える。ホテルのベッドでやること17年連続1位。やるやる、だいぶ。安定ですな。こりゃ気持ちいい。EXILE の新メンバークロ。いい、イケメン。躍動感パネー。ファンクラブ入りてー。任意で取り調べ中。まあ、かわいいこと。ほうほう、それで？とりあえず任意でよろしいでしょうか。どちら様ですか？隣に住むの鈴木ですけど。肉じゃがを作りすぎてしまったのでしょう？あ、はい。来た、ずうずうしい。くれくれかよ。すげえな、どこで刺したんだろうか。暁、5年前。ワクワクさん全面監修の下で起動投入失敗。まさか、失敗なのかよ。手作りじゃあねえ。よく表面の折り紙燃えなかったな。水色に花柄の浴衣がこの世で一番似合うのは多分君だと思う。おう、
違いない。え、ちょっと違う。横にいるだけじゃダメなんだ。自民党から提出された桜を見る会のデータが入ったパソコン。おい、増えたわ。証拠隠滅かよ。決して真似しないでください。星がつかなくて悲しんでいるより星をつけて微笑んでいる方がいい。だな、深いわ。名言誕生です。なんて素晴らしい言葉なんだ。焼き鳥を食うときはこう。ツボ、やべえわ。マジでっぽい。中川家のレイジに見えてきた。逮捕の達人。うん、くれないかな。フルコンボだでか。警笛発砲、ノルマクリアーだどん。兼用だと思って飲んだらビールだった。あれ、おかしいぞ。なんか違う気がする。ちょ、これビールやないかい。あ、コーン倒れた。わろた、そっちかい。この後の展開が。いやいやいや、そうじゃないから。第25話、あの素晴らしい24話をもう一度。好き、わろたわ。シンプルだね。全く前に進まねえ。お風呂の温度を確かめる訓練。わろた、訓練って。それいるんだろうか。暑さに慣れる修行をした方がいいんじゃ。ユニコーン。すげ、かっけえ。お見事ですね。今にも走り出しそうな勢い。自動ドアじゃなかった。うん、かわいい。ごちんしちゃった。これ地味に痛いやつだよね。お湯じゃねえか。顔、やべえ。ちょ、増えた。湯引きした体みたいな柄だな。小堺和樹が思い出せない。わろた、見覚えあり。こいつら誰だよ。左下まで来ればあと一息だろ。頑張れよ。青。作品名紫。ほう、うまい。考えさせられる。赤で書いた青か、なるほど。ある程度のダメージを与えると、顔が裏返って怒り顔になるタイプの敵。いる、わかるわ。アシュラメン、怒り。仏の顔もなんとやらというやつですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。